兵庫県の北部田島地方豊岡市在住の河合美智子です。私と春人の出会いは2016年回復期病院でのこと。その時は体験できませんでしたが、4年後の2020年ようやく春を体験することができました。私ずっとやりたかったんです。春、私はもうとにかく春にめっちゃ憧れてたから。ちょっと待ってください。すごいキラキラしてる。でもすごい。いや、僕目線合わんなと思ってたんですよ。前傾で踏ん張ってグッとやって上に上げる。おはようございます。おはようございます。右足にもしっかりと体重をかけて。はい、普通やな、足の運びが。ほら、膝がカクッカクッってならなくなってる。そう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 、滑って滑ってる。よっしゃ。安定感あるね。いろいろ本当に、なんか春ってやったことで、あ、ちょっともう諦め、これは諦めようと思ったことが、あ、うん、諦めなくていいのかもと思って、なんかいろんなことがね、できるようになる感じでしょ。夢が叶うんだよ。なるほど。叶っていくんだよ、これからきっとさ。私も春を体験して世界が広がりました。皆さんも春と出会って可能性を広げてください。